日本海の西半分にはっきりとした筋状雲が現れた衛星画像。長白山脈の風下では左右で筋状雲の方向が異なる。両者が収束する黄色の波線と点線の間は対状態流雲となり、その南苑には濃密な JPCZ の雲の帯がある。日本海艦隊基団収束帯とは陶器に日本海で形成される。 長さ1 0 0 0トル程度の収束帯のことである。冬の日本海では、暖流である、津島海流などの影響で、比較的暖かい海水の上を、寒気団の冷たい風が通り抜けることで、背の低い雪雲ができる。普通、雲の高さは2 0 0 0ルから3 0 0 0ルくらいである。また、気象衛星の雲画像でもわかるように、雪雲は、筋状に何十本も、 平行に並ぶ。しかし時に、この筋が平行ではなく、一定のラインで衝突することがある。これが、日本海艦隊機団収束帯である。原因としては、朝鮮半島北部にそびえる、白頭山やその周囲の長次郎山脈の影響が指摘されている。最高で2700メートルを超える高い山により、寒気の気流が、強制的に2分され、 再び合流するときに収束するのである。雲の高さと山の高さがほぼ同じなので、上空の雲で見えなくなるようなことがなく、人工衛星からの雲画像でもはっきりと映る。実際、JPCZ は白東山付近から南東に伸びるように位置することが多い。JPCZ のライン上では、しばしば小さな台風のような渦が発生する。これに伴って、 小さな低気圧が発生し、その中心では、積乱雲が発達して雷や氷といった激しい天候になることがある。また、JPCZ は主に、日本海側の雪に影響を及ぼすが、日本列島を越えて太平洋側にまで伸びることもある。福井県麗南地方、岐阜県西部山沿い、滋賀県北部、福井県嶺北地方、兵庫県北部、 京都府北部、鳥取県、島根県東部、山口県北部、長野県北部山沿いなど。JPCZ の上陸地点は、気圧配置に対応して東西に移動するため決まった位置というのはなく、東北南部から山陰までの広い範囲に影響を及ぼしうる。特に、福井県例南への上陸頻度が最も高く、ついで、兵庫県北部から京都府北部、 福井県冷北地方も頻度が高い。寒気が非常に強い場合は、岐阜県西部平野部、愛知県西部、三重県北部、京都府南部等の太平洋側にも風上の山地を越えて JPCZ が流入することがあり、名古屋市や岐阜市、四日市市、京都市等で大雪が降る際の典型的な気象条件として挙げられる。日本海寒帯気団収束帯は、 過去に、北陸西部、山陰に加え、東海地方や近畿地方の都市部に何度も大雪をもたらしており、これらの地域での主要な大雪の原因となっている。ふとじは観測史上最大、ふとじ社寺は最大積雪の世界記録。2006年3月大状態流雲に発生した、メソベータ仮想渦木象町衛星画像事例集。 日本海側に大雪をもたらす JPCZ とはウェザーニューズ。2018年2月15日閲覧。ありがとうございます。